だとは思いましたし、あとは社会に出た時に、もしシリアスゲームを作ってなくてプログラミングができると言って通った時に、その実際入ってやってみてって言われた時にできない人が結構いると思うんですけども、この研究室でしっかり学ぶことによってやっぱちゃんと実力もついてるのでできるんじゃないかなみたいな、その入った後も苦労しないで済むんじゃないかなって思って、ちょっといいなって思います。ありがとうございます。どうもありがとうございます。